こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香です。パチパチ鳴らしちゃう。こんばんは。ということで、恵方巻き食べたってまだなの？この後普通に食べる。配信終わったら食べる。今日は夕方ぐらいにスーパーに行ったので、そうです。あ、今年もアフレコ動画待ってるね。あー、今年はちょっとやんないかもな、ごめん。お腹空いたからささっと食べようと思って。え、ごめん、なんか東北島、東北島ってどこだろうね。ああ、そう、アイスセイね、忘れてた。そうだそうだ、なんだっけ、ただいま47の素敵な日本酒発売記念特別ウィーク中です。私大西桃香のショールームをご覧の皆様に特別なプレゼントがあります。画面の右下にあるカートボタンを押してショップルームにて書籍を予約していただくと、特典として、限定ポストカードを数量限定でプレゼント。気になる絵柄はこちら。2月7日までしかゲットできない特別な特典ですので、ぜひお飲み逃しなく。よし、昨日まであんなしっかり宣伝してたのに急に忘れた。はい、ありがとうございます。みんな買ってきた？恵方巻き。なんかお腹空いてるようで空いてないんだよね、今。お腹空いたと思って夕方に買いに行ってんけどさ、恵方巻き。なんかいろいろしてたら、そういえば今そんな別にグーグーじゃないわ。あ、もう食べたよって早い。青恵方巻き食べたよって早い。今から探しに行きます。今からあるかな。あればいいね。豆は撒いたよって、いいね。私豆撒きそんな好きじゃない。文句ばっかりよね。豆撒きっていうか違う、豆が好きじゃない。豆撒きは好き。お豆が好きじゃない。あの乾いてるやつ、枝豆とかは好きなんだけどさ。そうなの、あの豆あんま食べれない。うん、水分持ってかれるもんね。そう、あ、ピーナッツとかも苦手。サラダ巻き買ったのって、サラダ巻きじゃないの今日。なんか、あ、サラダ巻きあると思って2本あったのね、サラダ巻きが。そしたらサーモンって書いてて、中身え、サーモンってなってやめちゃった。だから普通のなんか海鮮みたいなやつがあったから海鮮にしました。海鮮のやつエビがあったから、エビが入ってたからそれにした。サーモンあかんのかって、いや、あかんことはないねんけど、あんま好きくない。相変わらずの乾燥具合ですか。よくぞ聞いてくれました。よくぞ聞いてくれました。その質問待ってました。
見よこのででーん 52% まで復活しました。イエーイ、すごくない？今日朝起きた時なんなら 62% ぐらいあった。マジで。ほんと加湿器です。加湿器にもね、あの湿度計ついてるんだけど、加湿器はね 46% ってなってるわ。これは53% になったわ。潤っています。そうなの。でもやっぱ潤ったから、まあそろそろええかと思って今日お昼ぐらいに1回加湿器止めたんだけど、そしたらまた 20% とかなって、すごくない？これつけてなきゃやってらんないわ。大西のおうち、加湿器すごいね。で、加湿器ってすごいよね。加湿器もすごいし、エアコンがどれだけ乾燥するかっていうのもすごいよね。うん、うろってるから今日はカラオケするの歌うって、もうもうさ、大西の部屋が潤ってたらもうカラオケ前提なんだよ。部屋が潤ってる潤ってない以前に、大西は誰とも話してないからさ、別に今日スーパーの店員さんとぐらいしか喋ってないから、あんま声多分出ないああ変な音鳴っちゃった、ごめんね。あもう人たでもあるよ、ここにイヤホン、常にここにイヤホンある。最近今日8時ぐらいには終わりたいから、それまでならやる。あと20分弱だけど。ででーん、誰とも電話もしてないので。してないよ、電話なんてするわけないじゃんそうだよ、大西がどれだけじゃあするときはするよ、もちろん。ほんで友達もいる、言うとくけど先に言っとくけど、友達は割と多い方だと思っている。私連絡できる人正直多いって自分で思ってるぐらいちゃんと多い。上で上でね、上で、その上で人とそんなに関わりを持たないっていうだけで。え、何歌おう、何がいい。この間パーティーが始まるよ、公演縛りしてたけど、ちょっとみんなのコメント見てる間なんかちょっとした発声しとくわ。うーん、僕の太陽歌えるのかな、おじあの初めて僕の太陽公演で立った時に、僕の太陽がおじやばすぎてさ、ちょっと怖いんだよね僕の太陽を歌うのかな、やってみるか。でもみんなから人気高い歌だよねこの曲。ごめんね、あんまり歌えなかったらごめん。
空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく、嫌なことを一つくらい下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら人がいる。きっかけがあるんだよね。でもしやれれれれのところとれれ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 れ危ない危ない危ないやったー。僕の太陽歌うの初めてって、うん、一回公演出た。僕の太陽公演一回清水まりあちゃんの卒業公演のみ参加させていただいて、そのために覚えたんですけど、うん、危ないです。ありがとうございます。
僕の太陽自体は何回かやってそうだけど、そう8でよくやってた。ただワンハーフだったりするから危ない。夕日を見ているか、夕日を見ているかは歌える気がする。夕日を見て、あれ、うん、人ないことはないよな。あった、楽曲ダウンロード中。へい、お皆様、本日は2月3日節分の日です。こうやって節分という大切な日を皆さんと一緒に過ごせることができて本当に私は幸せだなと思います。来年の節分も一緒に入れますように。聞いてください、夕日を見ているか。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。空を見ているか、時が過ぎるその背中を美しだろう、yeah、それでいいの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。イエジは急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日
夜が来るよ家路を急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ君が君らしく生きてること。わあ、ありがとうございます。夕日を見ているか、大西こっちだったわ。あの僕の太陽公園出てた時にビビってたの。危ねえ危ねえ、あの時の緊張がなんか蘇ったわ今の一瞬で。うん、危ねえ危ねえ、こっちの曲だったわ。2番から大西出る人だったんだけど、そう1番となんか曲のリズムが違うから。あ、大西さんのビバハリケーンかっこいいと思ったよって、嬉しい、ありがとう。冒頭のセリフがぴったりすぎて笑ってしまった。こういうとこ器用なんですよ私実は。すごいでしょ、何言ってるか分かんなかったけど。次ラストか、そうだね、次最後の曲、最後ですね。ビンゴ、確かにビンゴあったよね僕の太陽公園あるよね。じゃあビンゴで終わろうか。じゃあ最後の曲いきまーす。これすぐ始まるのかな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。わけなんて何もない、紹介された瞬間稲妻に打たれたの。理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、
度とか関係ないかもしれない。関係あるけど、やっぱあれだね、湿度は喋ってから来ないとね、配信に。いい、え、ありがとうございました。またありがとう。ちょっと最後事情って取れてなかったけど、ありがとうございました。ということでですね、じゃあ8時になったのでランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位ジョーさん、ありがとうございます。イエイ。本当にガピガピ。2位キョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヨンちゃんのユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、ファニーさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバートマーク大西推しさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がヒレちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がユミちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がアクアとマークももだけが僕の太陽さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がまゆうかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が RTO アットマークオニシグマリアさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。オニシの喉弱すぎやろ。ありがとうございました。ということで、あ、違うわ、タワーかな。ありがとう。1位の方、ありがとう。呼んでいきます。いきますよ。1位のジョーさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう。ありがくまか、ありがくまん、ありがとうございます。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。でせっかくなんで卒業公演までね、たくさん AKB の歌歌ってこ。ありがとう、本当に。ということで、では本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。では、バイバイ。バイバーイ。ありがとうございました。